こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画では新 大人のユニクロのボトムスはこの3本だけでいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、ユニクロにはですね、本当に様々なボトムスがありますよね。まあ、その中で大人の男性はどれを選べばいいのか結構ですね、迷いがちかなと思っているんですが僕のこの動画の中では1本ですね、もうこれは鉄板でしょうというものを皆さんにお伝えしてるんですね。それが今僕が履いているブラックのスラックス調のアイテムなんですが スマートアンクルパンツ。 これはですね、もう間違いのない選択かなと思ってるんですが、ついですね、こればっかりを履いてしまうというデメリットも一応少しはあるわけなので、まあ、今回の動画ではですね、新しい3本のボトムスですね、こちらのブラックのスラックス以外のものを皆さんにご紹介しながら、着こなしも含めてですね、ご提案ができればなというふうに思ってます。まあ、もちろんですね、黒のスラックスが1本あれば、これだけでも十分着こなしが広げられるんですが、それに加えて今日ご紹介する3本ですね、 この中でもですね、1、2本だけでも足すだけで、かなりですね、着こなしの幅が広がっていくかなと思うので、ぜひ皆さんのですね、今後の買い物の参考にしていただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。 はい。ということで、ここからはですね、実際に僕が履いた状態で3本のおすすめのボトムスを皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。まず1本目なんですけども、こちらはデニムですね。ストレッチセルビッチスリムフィットジーンズということで、これがですね、最近買ったボトムスで非常に気に入ったものになります。まあ、デニムというとですね、様々なバリエーションがユニクロにはありまして、例えば色の濃さにもですね、バリエーションがたくさんあるんですね。 今僕が履いてるのはですね、いわゆるリジットデニムと呼ばれるような色落ちがしていないものなんですね。 まあ色はこれネイビーというものなんですがすごく濃いめのもので、まあ、一般的なブルーデニムに比べるとよりですねシャープで大人っぽくて綺麗な雰囲気が漂うのがこちらのデニムかなというふうに思っていますまあもうちょっとですね色落ちしたものなんかが定番的で、まあ、使い勝手がいいんですけども今旬な感じといったらこのようなリジットのデニムなのかなというふうに思っています一方でかなりですね色落ちがしっかりと出てるような本当に水色に近いようなデニムというのは意外と僕ら世代にはですね カジュアルすぎてしまうので、こういったですね、濃い色味のジーンズの方が、 使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあユニコロのセルビッチデリムなんですが、スリムフィットとレギュラーフィットがあったと思うんですが、個人的にはですね、スリムフィットで足の形を綺麗に見せてあげた方がバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。膝から下はですね、テーパードがかかってるような、かなりですね、綺麗なシルエットですね。かといってスキニーのようなビタビタの感じではないので、これぐらいの雰囲気が今のテイストには合ってるんじゃないのかなというふうに思ってます。そしてセルビッチですね、この部分、折り方 折り返してあげると見えるので、まあ、ちょっと長めにですね、裾上げをしてもらって、だいたい3センチ前後ぐらいですかね、折り返してあげて、このようにですね、セルビッチの部分を見せてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、僕の場合はですね、足があんまり長くないので、10センチぐらい切ったんですが、まあ、そのあたりのですね、竹の長さというのは、あまり短すぎない方がいいかなと思います。 かとといいってロールアップを何度もするというよりはこのデニムにはですね、様々なスタイルが合いやすいんですが、デニム自体が少しカジュアルなので、足元はですね、レザースニーカーを合わせているんですけども、ホワイトのような少し明るさがあって、清潔感のあるようなもの。しかもですね、デザインがシンプルなものだと、こういったデニムには相性がいいかなと思っています。まあ、それ以外にもですね、ブラックレザースニーカーですね、こういったもの。これでも もね、相性がいいかなと思うんですが、ただこう、ニューバランスのスニーカーみたいなものを合わせてしまうと、ちょっとですね、足元がカジュアルすぎるかなと思うので、個人的にはですね、白レザーとか黒レザーのようなシンプルなスニーカーの方が相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。 で、上半身はですね、これまた少し綺麗めに振ってあげて、僕はニットですね、ニットとかジャケットを着てあげてですね、少し綺麗な雰囲気を出してあげると、こういったデニムスタイルに合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思ってます。まあ、昔のですね、こういったセルビッチの生デニムというと、もうバキバキに硬いものが多かったんですが、まあストレッチある程度は効いてるので、そこまでですね、なんか履きづらいという感じもないので、これはですね、ガンガン履きながら、色の落ち方だとか、雰囲気のこう、移り 変わりとという,ふうに思ってますこれぐらいクオリティの高いデニムがですね、4000円前後で買えるというのは、めちゃくちゃコストパフォーマンスが高いので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。 はい。続いて2本目にご紹介したいのはですね、こちらのボトムスなんですね。スマートアンクルパンツ。僕がですね、最初に履いていたブラックのスラックスですね。あちらと同じシリーズなんですが、こちらはですね、素材がコットンになっていまして、色がですね、オリーブ色なんですね。ちょっとですね、動画だと伝わりづらいんですが、オリーブの中でも明るめではなくて、濃い色味なんですね。 まあ場合によっては少しですね、グレーっぽく見えるかなと思うんですが、いわゆるですね、ミリタリーっぽいようなオリーブではなくて、品のあるようなオリーブになってまして、この色合いがですね、僕の中ではかなり気に入っているんですね。 まあ、オリーブという色はですね、ちょっとグリーン系で着こなしにですね、アクセントを加えてあげたいだとか、ちょっとこう、ツーな感じのする色合いなんですが、失敗するとですね、ちょっとミリタリーっぽくなったりだとか、まあ、さらにはですね、カジュアルすぎてしまって、なかなか大人の男性に似合いづらいということもあったりするんですが、このオリーブの色合いはもう完璧ですね。 本当に使い勝手がいいので、グレーのパンツと同じような感覚で、綺麗めに使ってあげつつ、ちょっとですね、視覚的な違いを出してあげるには、まあ、すごくいい色合いなのかなというふうに思ってます。で、ベースのデザインがスマートアンクルパンツということで、まあ、シルエットすごく綺麗ですね。細身で足を綺麗に見せてくれるという効果もありますし、あとはですね、コットンのパンツなんですが、まあ、ストレッチも効いていて、軽快なんですね。 ポリウレタンがですね、7%入ってるのかなもうストレッチがガンガンに効いていて、屈伸もしやすく、これだったらスポーツができるぐらいの履き心地の良さなので、まあ見た目の良さと、あとは機能的な部分、両方をですね、兼ね備えた使い勝手の良いボトムスなのかなというふうに思ってます。まあ本当にですね、オリーブの色合いっていうのは選ぶのが難しくて、なかなかしっくりくるような色の濃いオリーブって見つからないので、その点ではですね、このオリーブの色合いは 本当に使い勝手がいいので、ぜひ皆さんも一本持っておくといいんじゃないのかなと思ってます。値段は3000円なので、これはですね、持っておいて損はないですね。まあ色合わせとしては、オリーブのパンツには、 ホワイトとか、あとはブラックですね。こういったものがよく合うんですね。オリーブの持つちょっとやぼったさを白のような清潔感のあるもので、しっかりと明るさを出してあげたいだとか、あとはブラックのような色合いでしっかりと締めてあげる。こういった形で配色をバランス取ってもらうといいかなと思うので、ぜひですね、トライをしていただければなと思ってます。まあちなみに足元なんですが、今回はブラックのレザースニーカーを合わせてますが、これもですね、先ほど同様にホワイト系のレザースニーカーですね。 こういったものでも相性がいいので、まあどちらでもいいかなと思います。まあ今回はちょっと引き締めたかったのでブラックを履いていますが、こういったレザー系のスニーカーが合うかなと思いますし、まあややですね、難易度は高くなるんですが、あえてやぼったくグレーのですね、こういったニューバランスススニーカーを合わせてもらうのも、 中級者以上の方にはおすすめかなと思うので、そのあたりはですね、レベルに応じて使い分けていただければなというふうに思っています。これはですね、大傑作だと思いますね。まあ、毎シーズンやってるような色ではないかなと思うんですね。まあ、定番はやっぱりブラックだとかそういった色合いだと思うので、ぜひですね、今期のこのオリーブ色はぜひ皆さんにも持っておいていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、こちら、ジョガーパンツですね。 これがですね、ちょっと意外性があったんですけども、履いてみたらめちゃくちゃ良くて、個人的にすごく気に入ってるんですね。まあ、先日のユニクロライブステーションでもこちら使ったアイテムなんですが、僕はあんまりですね、ジョガーパンツって履くことはなかったんですね。この足元がこうリブでギュッと締まってる感じがあんまり好みじゃなくて、以前はですね、結構下げていたんですが、履いてみたらなかなか良かったんですね。実はこれを買う前に、今季のユニクロ U で、 ワイドフィットのジョガーパンツがあって、それを見てですね、なかなかいいなと思って試着をしたんですが、ちょっと僕の体型にはワイドフィットすぎてですね、なかなかウエストも大きかったっていうのもあって、はまらなかったんですね。でも雰囲気はかっこいいなと思って、何か他にはないかなと思って見つけたのがこちらなんですが、 今ちょっとオンラインにしかない XS という最小サイズを履いてるんですが、これだとそこまで太すぎないですし、かといって細身すぎなくてですね、今っぽいシルエットになっていて、なおかつその部分にはキュッとですね、リブがついていて、引き締まった感じもするので、すごくバランスがいいんですね。まあこういったですね、ボトムスには僕はかえって、 ニューバランスのような少しボリュームのあるスニーカーの方が相性がいいかなと思うのでスポーティーな形で使ってあげるとすごくいいんじゃないかなと思ってますちなみにですね僕がこのボトムスを買った理由というのはキャンプで使いたかったんですねちょうど先日ですね 富士山の方にキャンプに行っていたんですが、その時にこちらを使ったわけなんですけども、もう見た目はですね、コットンっぽいので、僕はですね、これガンガン焚き火で使おうかなと思っていたんですが、実はですね、ポリエステルとコットンの混包素材になっているので、まあ、ひょっとしたら穴開くかなと思ったんですが、焚き火でも全然問題なく履けてですね、穴の開いてるところもなかったので、これはですね、アウトドアで使ったりするにはすごくいいかなと思いますし、あとはスポーツミックスですね、 今僕は上はですね、こういった白の丸首のニットでちょっと上品なものを合わせていますが、その上にはですね、まあ、いわゆるですね、マウンテンパーカーみたいなものですね。こういったものを合わせてもらって、アウトドアだとか、あとはスポーツなんかで使えるようなコーディネートを意識しています。まあ、そういった形でですね、利用してもらえば、 これはかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、ちょっと使用感もありますが、これからもガンガンですね、まあ、アウトドアだとかキャンプでも使っていきたいなと思ってる一本です。まあ、値段もですね、3000円前後で買いやすいので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思ってますので、こちらもですね、合わせて下の概要欄にリンクを貼っておきたいなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、新・大人におすすめのユニクロのボトムス3選ということで、皆さんに具体的にですね、3本のボトムスをご紹介させていただきました。おさらいすると、リジットのデニムと、あとはオリーブのパンツ、そしてジョガーパンツですね、この3本があれば、着こなしがかなり広がるかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、ライフスタイルに合ったものを1、2本でもいいかなと思うので、買い足しながらですね、着こなしのバリエーションを広げていただければなというふうに思っています。 僕個人としてはですね、どれも気に入っているんですが、結構最近はですね、キャンプをしたりアウトドアにハマっているので、ジョガーパンツが気軽に履きやすいかなと思っているので、ぜひですね、外遊びが好きな方は、こういった一本にもトライをしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル